皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も財宝の試練青鬼オンラインやっていきたいと思います。なんか順序が逆になっちゃったけど、さあ今回は白モフフワッティやっていくぜ。ここでなんだっけ、どっかの洞窟の5階だか10階だかだよね。初めての私の青鬼オンラインのこのデンジャーゾーンだったような気がする。さあ今回はなんかジョンとね、このもうジョンとプレイヤー2人っていうちょっと特殊な体質で、若干なんか俺操作がビクビクしちゃうけど、さあこっち行ってって、でこれのやり方はまあまあなんだろう、爆弾をまあ運んでいくんですけど、まあこうやって地味にやってって、ここのポイントはあれですね、鉄球が出てってからこうやってやるってことですね。 OK、 さあこっち行ってって、でここを動いてって、でこう、まあ、ここ先にやらなくてもいいのかな、どうなんだろう。一応念のため一回押して、はい、でここで押して銅像をぶっ壊す、ぶっ壊す、銅像をぶっ壊す。さあこっち行ってて、さあでもう一個、ここ OK で、ここが一回鉄球が見えてからじゃないと動きたくないな。OK。残り12秒。10秒で白モフフワッティが出てくるよ。イエッティみたいな感じなのかな？どうなんだろう？こっち行ってって、で、3つできたでしょ？こうやって出てくるでしょ？で、ここがね、確か、こう行くでしょ？で、こっちから来るか。OK。で、こっちから来るから、私はこう行って、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 OK! もうこう行ってしか行ってない。シェア、OK! ランダム、ひかぼし！あら、なんか可愛いスキンが。さあ、やっていくぜ。次はお祭りわっしょいよりだぜ。わっしょい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 もうあれですね、もう最近ね、祭りのシーズンなので、ちょっと遅いか。祭り、大体もう終わっちゃったか。でも、わっしょいわっしょいなので、わっしょいしていくぞ。さあ、行くぞ、わっしょい。わっしょーいしゃあ、行くぜ。ここ一回迷っちゃったからね、ここの迷いさえなくせば、私もこのまま一回、お祭りわっしょいと、いけるだろう。さあ、こっち行ってって。はい、オッケー。んで、ここが、どうなる？はい、オッケー。で、ここね。ここね。いいよ。さあ、二つ目。で、一応、鉄球の動きも、多少見ておきたい。落とし頃。さあ、こっち出て。そこで止まるのね。いいよ。で、こう行くじゃないですか。スカーだけにこう行くじゃないですか。ライオンキング。なーついごんにゃー。まばき！ちばばー。ジジブー、オッケー、こっからだぜ、行くぜ、お前たち。で、こっからできれば、オッケー。ここでやっていくじゃない。うっぜー、オッケー、わっしょい、お祭りわっしょい。どんなもんだよ、お前のみこしの、あれなんか、俺はな、担がないんだよ、お前のみこしを担がねえんだよ。俺のみこしは俺で担ぐんだ。さあそういう気合を入れて150個ゲッチュー。最後この一つ目鬼、ここは確か混乱か、混乱ステージかな、どこだったっけ。さあ行くぞ、一つ目の鬼が現れた、催眠術で混乱させられたぞ、ということでここも混乱ですね。で確かスイッチが2つあるはず、レッツゴー。で気をつけなくちゃいけないのはあれなんだよね、そうこうやってね、鉄球が降りてくるからそこを気をつけなくちゃいけないんだけど、でどこだっけ、なんか上にもう一個あったんだよね、そうあっぶな、どこだ、そして横に行けば行くほど、でここはねブワイシェア、もう一回。いや、一つ目のにバッチリ混乱させられてたね。ということで、二つ
取ればよくて、で、こっち行ってて、いいよ、ピュアに。そうやってピュアに攻めてくる青鬼のこと、私、嫌いじゃない。さあ、こっち行って、まっすぐ行ってて、で、こっち上から行けば、より安全。はい。これでもう、ダメでした。おい、もう一回やっていくよ。さあ、意外とこの混乱がね、なかなか難しいんです。ねえ、意外と、この癖があるというか、そこまでまあ難しくはないはずなんだけど、これでちょっと一回よし、こうした方がね、私が安心できるので、こっち行ってって、で、こう。オッケー。いやー、叫んだバカだろい。よし。で、出口がどこだ？さあ、あとはこの上から落ちてくる鉄球とかと見極めながら、私があとこういう風にやっていくで。ただ、青鬼オンラインはこういうことを平気で都合よくやってくるから。あー、これどうする？ん、これどうする？下行って、下行って、で、おびき寄せて、一回こっち行くか。こっち行ってって、さ、時間をかければかけるだけこちらの不利になるから。行くぞ。決めるときは一瞬だ。ただし、あ、鬼には気をつけろ。あ、鬼じゃない。鉄球だね。一番気をつけなくちゃいけないのは鉄球だね、ここでね。さ、ここで一歩、ミスリードがあったけど、これで決まるだろう。いけ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 。ここに俺が鉄球来たら俺は携帯を投げつける。さあ、クリアだ。オーケー、クリア。さあ、これで財宝の試練 OK やったね。もう初期のタイプでね、だいぶ懐かしみながらやれました。すごいいいステージでしたね。オーケー。そしたら本日の財宝の試練はここまで。残りあと4日間財宝の試練あるからね、楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっとおまけにガチャやろっか。これ1日1回無料だし、行くぜお前たち。おまけだ。ああ、ニコ、イナバウアー。ああ、セイン。ヤマタの、ああ、違うね。ヤマタのタケシ。いやー、ケルベロスヒロシでもいい。えい、マルガリ君。もう一回。ああ、ポニテさん。もう一回。ああ、柔道ミカ。うい、タイツ。メガネ。ああ、マルガリ。ああ、外れでした。OK、そしたらこんな感じでね、動画投稿していくので、また次回も見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。